アリス・エーヌは、モナコ公、アルベール一世の二度目の日。マルセル・プルースとの、失われた時を求めてに登場する、リュクサンブール大公女のモデルとなった。アメリカ・ニューオーリンズ、旧市街のフレンチクオーターで、マリーアリス・エーヌとして生まれた。父・ミシェルは、ユダヤ系ドイツ人の銀行家で、詩人ハインリヒハイネの甥いにあたる。父は1840年に、パリへ移住し、 1843年に再度、ニューオーリンズへ移住し、銀行家、地主として大変な成功を収めていた。一家は、ロワイヤル通りに三つの目を見張るような豪華なマンションを所有していた。南北戦争を避けるため一家はフランスへ戻り、若く美しいアリスは、その一家の富も加えて、パリ社公会の注目の的となった。 ミシェルの所有する会社は、プロイセンと戦うナポレオン三世のために融資をしている。ユダヤ教からカトリックに改修し、アリスは最初の夫、第七代、リシュリュー公アルマンと1875年に結婚した。夫妻の間に生まれた息子アルマンは、後、第八代リシュリュー公となる。1889年10月、アリスはアルベール公と結婚した。 コウは最初スコットランドのハミルトン校の娘メアリーと結婚し、後離婚した。彼は海洋学者でたびたび長い航海へ出かけた。アリスはモナコのオペラシーズンに多大な関心を寄せていた。アリスは実家の資産をバックに広告の経済を支え、強力なビジネスの手腕を持ってモナコをオペラ、劇場、バレエにおいて、 ヨーロッパ一の文化中心地にしようと力を注いだ。ロシア人工業種、セルゲーディアギレフ、作曲会ジドールデラララとの協力が知られる。1902年5月、モナコ大根夫妻は別居を始めたが、離婚はしなかった。20年後のアルベールの死により、アリスは交代号の称号で呼ばれた。彼女は再婚せず、モナコ大公家の一員として亡くなった。 ありがとうございます。